はい、どうも、タです。いやー、いい勝ち方をしましたね。逆転勝ちということで、まあ3点も、まあよく取ったなっていう印象と、よく守ったなと。まあ、結構互いにね、決めきるところ、もうちょっとあったかなと思いますけど、まあその中でもしっかり守ってましたし、で、相手のシュートミスにも助けられたなっていうようなシーンも多かったですけど、まあ、結局最後決めるか決めないかでやっぱ勝ち点3取れるかどうか変わってくるっていうところで、まあ、よく勝ち切ったなっていう感じですね。はい、では早速振り返っていきたいと思うんですけども、まあ、ディフェンス面は変わらずということで、まあ、先発にミトでダーワン、このダブルボランチに山田浩太で、右山下のまた久しぶりにメッシノが、まあ、先発で起用されて坂本というような形でしたけども、やっぱり注目はメッシのというところで、まあ、前半自体、まあ、そこまで悪くはなかったかな、まあ、逆に、まあ、いいところもありましたけど、まあまあ、これといってっていうような感じですかね。で、まあ、早速失点から始まるわけなんですけど、やっぱり立ち上がり、まあ、コーナー、まあ、結果から言うと2失点ともコーナーだったので、やっぱり危険とされているセットプレー、まあ、そこで失点してしまうっていうのは、まあまあ、ガンバの、まあ、弱点というか、そこはあるかなと思いますけども、で、まあ、ハチャンレのヘディングのシーンに返しても、で、福岡と黒川が前いるんですけど、まあ、そこで、まあ、しっかりクリアできる状態じゃなかったと、しっかりジャンプできてなかったので、まあ、そこで、まあ、ハチャンレのスペースの作り方がうまかったっていうところの失点かなと思います。で、やっぱり180後半の選手がいると、やっぱりね、ガンバの選手、そこまで性能高い選手っていうそこまで多くないので、やっぱりフィジカル的なところで、まあ、劣ってしまうのは仕方ないんですけども、まあ、そういうところ、まあ、コーナーしかり、まあ、セットプレー、まあ、ロングスローも含めてですけど、そういうところ高さで勝負された時に、まあ、どう対応できるかっていうのが、まあ、失点を抑える上では、まあ、必要なところかなという感じですかね。前半立ち上がりからですけど、まあ、なかなかボール合わないシーン多かったですし、まあ、連携ミスも多かったので、立ち上がり自体もそんな、このまま大丈夫かっていうような印象はあったんですけど、まあ、エリア内にはボールを運べてはいたので、まあ、そこから、まあ、もう一展開、こう連携のところでうまく噛み合えばよりチャンス作れたかなっていう印象はありますけど、もう少し、まあ、トラップ一つもそうですけど、やっぱり手元からね、離れていく、ロストすることもあるので、まあ、そこをもうちょっと改善点かなっていう印象ですね。割とこう自陣で持ちながらっていう形で、だいぶ低い位置でね、回しながらで、一森がボール持つ時間も長かったので、まあ、いつも通りの感じかなっていうところはあったんですけど、まあ、そんな時間帯で、まあ、20分、山下からで、三藤がね、いいポジショニングしてましたけど、まあ、前線に抜け出したところ、まあ、フィジカルがね、強かったので、ディフェンダー跳ねのけて、で、まあ、ランゲラックの前まで来たところのクロスに、まあ、そこはね、ちょっと合わなかったんですけど、まあ、黒川が詰めたところを、まあ、さらに弾いて、また坂本が詰めるというような形で、やっぱりそういうところにね、前線に複数人数かけれたっていうところも大きいですし、やっぱ黒川がそこまで上がってシュートまで行けたっていうのが、まあ、いいポイントだったかなと。やっぱりボール転がってから結構時間がね、間があったので、結構遠いところからダッシュで、まあ、シュートまで行ったと思うんですけど、まあ、そういうところもね、前線に、まあ、坂本が決めるべき位置にいたっていうところも、まあ、いいポイントではありますけども、それだけ人数かけれてたっていう勝負どころっていうのはね、
あったので良かったかなと思います。でその後に、まあ、割と早い時間帯でまた後ろで回しながらも、まあ、前線に供給して、でメッシの方がねちょっとこねてたところサイドから山田から、まあ、坂本がこのエリア内ギリギリのところので前向いてねシュートまで行けたので、まあ、そういうところで、まあ、シュートを強引にでも打ちに行くっていう姿勢がね良かったですよね。でまあランゲラックいいキーパーなので、まあ、そこはね普通のシュートを打っても止められるのでね、やっぱりああいうディフレクションしたような相手に当たってコースが変わるくらいの理不尽なボールの飛び方をしないとねなかなかこじ開けられない相手なので、まあ、そういうところも、まあ、シュートを振り切ったからこそ、まあ、生まれたゴールかなと思います。でさらにその後ですよ、山田が、まあ、プレスをかけてでこぼれに坂本が詰めるんですけど、まあもう一つというところで、まあ、ハットトリックにはならずっていうことでしたけど、そこでまあ決めきるかどうかっていうのも、まあ、試合の展開からしてねもう少し楽になったかなっていう、まあ、決めきるところで、まあ、決めるかどうか、まあ、2点決めてますけどもう1点取れたシーンではあったので、でまあそれも、まあ、山田のねもうプレスが効いてたっていうのもありますし、で山下の、まあ、縦横無尽にね駆け回ってプレスかけに行ってボール奪ってっていう献身的なプレーもね多く見られてたので、やっぱその関係性っていうのが、まあ、効いてるかなと思います。続いて名古屋のセットプレー39分ですけど、やっぱり気をつけたいところで、やっぱ高さがあるのでその守備っていうところを、まあ、コーナーから失点してるわけなので、でまあ、1回はね、弾くんですけど、で、遠目からミドル打たれて、で、また、ゴール前にボールが入ってきたところを市森がセーブと。で、まあ、連続して名古屋の選手の前にボールがね、こぼれるんですよね。まあ、そこをもしっかり2度止めて、で、ピンチをしのぐという形だったので、やっぱり市森のこのセーブ、っていうところが、まあ、今日の試合、まあ、もちろん坂本を2点決めてますけど、まあ、市森の貢献度もかなり高かったなと思います。でやっぱりそういう勝負どころでね体張れるっていうところを、まあ、しっかり最後の最後でストップできるっていうのはねかなり、まあ、今シーズンすごく助かってますね。で個人的に、まあ、良かったところが、まあ、前半43分メッシのが、まあ、切り込んで、でようやくね前を向いてプレーできたシーンかなというところで、まあ、最後までシュートまでいけたので、まあ、これをもうちょっと増やせていけたらなと。で、まあ、シュート自体はね、まあ、キーパー、まあ、イージーだったとは思うんですけど、まあ、それも、まあ、いいコースに行けばっていうような形ではあるので、まあ、どんどんね前向いて勝負してもらって、でロストをしてもね、まあ、勝負した結果ならね別に、まあ、周りがねサポートして守ればいいだけなので、でこの高い位置でロストをしたところでっていうのがあるのでね、やっぱり後ろに下げてバックパスのミスを、ね、取られるっていうのが一番しんどいんでね、もうそれならもうどんどんシュートで終わるっていうのはもう最高の形かなと思いますので、もうどんどん続けてほしいなと思います。前半はまずまずの形で、まあ、再三シュート打たれてますけど、まあ、一森がねしっかりセーブして止めるとこ止めてくれてたので、なんとか1点リードで、折り返すことできましたけども、まあ、後半入ってで、まあ、ちょっと気になったのが福岡の、まあ、処理ミスというか、まあまあ、山岸が走ってるところを福岡が処理するかと思ったら、まあ、サイドにずれて、まあ、しんちゃんがまあクリアしてくれるんで助かったんですけど、あれ結構危ないシーンやったなと思いましたね。で、まあ、その後の流れではあるんですけど、まあ、また
名古屋のコーナーキックになった瞬間に50分54分に、まあ、失点という形だったので、やっぱそれも、まあ、後ろに反らせたボールを半田君が処理しきれずクリアできずっていう流れから詰められたので、まあ抑えれる失点ではあったかなというような、あ、まあ、結果的にはそんな感じだとは思うんですけど、まあ惜しかったなっていう、まあガンバ自体ね、まあ、後半失点するチームではあるので、まあそこはまあ計算済みと言いますか、まあ1点リードしてても後半また失点するやろうなっていうのはね、まあ毎試合思ってますので、まあ別になんとも不思議じゃないという、まあ別にね焦ることはなかったかなっていう感じではありますけど、まあガンバの守備自体がまあ後ろでボール回しながら、相手のプレスを待って寄ってきたところを、まあ、はたいてサイドに、で、まあ、中央前線に蹴り込むっていうような形が多いので、まあ、そういった中で、まあ、今回で言うと、まあ、決定的なミスをしなかったっていうのは良かったかなと。やっぱりそういうね、自陣で自分のゴールの近いところでボール回すと、やっぱり事故を起きるとね、やっぱりそれが一番怖いので、まあそれをなくできたのは良かったなと思います。でその後に、まあ、山田が、まあ、ボール中盤で受けて、で、まあ、前線に蹴り込んで、まあ、メシノが、まあ、受けるわけですけども、まあ、そこで、ね、メシノがキープしながらボール持って、で坂本にいいところに出しての最後走り込んできた山下ですよ。もう笑っちゃいましたよね、あれはね。まだ決められんかっていう、まあね、角度的には惜しかったですけど、まあそれは決めてくれって思いましたけどね。まだリーグゴールなしということで、まあそれ以上のね活躍、まあゴール以上の活躍って言ってもなんか変ですけど、まあ貢献はしてくれているので、まあそのゴールはそのうち生まれるかなと思います。まあ、決定的な、ね、シーンは多いんですけどね、なかなか決めきれないという、なかなかこの呪縛から、解放されないですけど、まあ、次こそはという感じですかね。そしてボヤトスさんとしては珍しい後半60分から交代ということで、まあ、メシノと三藤が代わっての、まあ、徳間が入りの宇佐美と、でこういう感じかな。でまあ言うたらね、スタメン組が戻ってきたっていうだけの話っていう感じですけど、でその後に山田に代わっての福田くんということで、でまあ一森からのロングボール、福田くんが、まあ、紙トラップした後に、まあ宇佐美が受けての2人挟まれるような形やったんですけど、まあ、そこからまた福田くんに出すという、そこに出せって思ってたところに出したんで、やっぱり見えてるところとそこからのパスセンスもさすがですね。でそのプレーで、まあ、最後前を向いて、でドリブルで仕掛けてシュートまでね行けたので、まあ、福田くんのいいところが出たなと。でもうちょっとね巻いていけば、あ、いい感じだったかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとストレート気味にそのまま流れていったので、もう少しシュートの精度が上がると、あそこからのね、シュートまでシーン持っていけてるので、まあ、あとはもう決めきる力があればいいかなっていう感じですね。でその後ですよ、鈴木徳真が拾ってからの、まあ、前線に出して坂本の落とし宇佐美で、宇佐美から福田くんですけど、まあ、この宇佐美のパスですよね、あのディフェンダーが、まあ、近くいるんですけど、そのディフェンダーが触れない絶妙な位置に
優しく転がすんですよね、まあ、それをもうあとはもう追いついたところでもう打ってくださいっていうような優しいパスをね出せる宇佐美すごいですよね、まあ、福田君決め切った福田君もすごいですけど、まあ、どっちかっていうとそこの宇佐美のパスの精度というか、そんなに速いパスでもないし、まあ、ゆっくりの優しいパスだったので、まあ、それを決め切っての、まあ、勝ち越しということで、まあ、そこで、まあ、勝負決勝点になるわけなので、まあ、いよいよ戻ってきたなということで、まあ、その前もねドリブルからシュート打ててるので、まあ、いよいよ怪我から復活したなっていう感じですね。で一回ファー狙ってるんでね、まあ、その1個前のシュートが来たかなと、ファー打つ姿勢からのニア抜いたので、まあ、ランゲラックも一瞬そっちに体重乗ったところをニアでついてるっていう、まあさすがやなっていう感じですね。まあ、そこまで考えてるかわからないですけど、まあ、見た感じそういう感じに見えましたね。で本当はねもう1点取って2点差つけてアディショナルまで行きたかったんですけど、まあ、なんとかねそのまま試合が終わったのでホーム2連勝ということで、なんとか勝ち切ったという形 で、まあ、やっぱり失点スタートだったので、まあ、そこからよく逆転して勝ち越してという流れでよく3点取ったなと、まあ、これだけ点取れてますけどやっぱり気になるのが2失点で、まあ、どちらもセットプレーですけど、まあこれだけ失点が少ないって言われながらも毎試合失点してますし、まあ今日は2失点してで、いつもはね1点取るけど1失点して2点取れた試合は2失点してっていうような流れの中で、まあ打ち合いを制したかなと、で互いに決めきるところ決めきれなかったところ多くありましたけど、まあその中でも、まあ、個人的な MVP としてはまあ一森かなと、まあそれだけよく守ったかなと思います。まあミドルも止めてましたし、山岸のヘディング後半初めの方とかもしっかりセーブしてましたし、やっぱりここが大きいかなと思います。得点以上にしっかり守れてたっていうのは、あるかなと思いますね。続いて順位表ですけども、まあガンバが勝って勝ち点57と、まあ、試合数違いますけど町田と3差まで、まあ、詰まっては来てるというところと、まあ、町田がね足踏みしてるっていうのもありますけど、ベルディも勝ったのでベルディもすぐ後ろにおると、で、まあ、ルヴァンの、まあ、決勝同士がまあ、互いに負けてるっていうような状況ではありますが、25節の浦和と柏が、まあ、浦和がなんとか PK で勝ち切ったっていうところで一歩抜き出した抜け出せたかなと、まあここもね残留争いも熾烈ですからね、柏としては痛いですけども、まあ、このジュビロとの差勝ち点4、まあ、正直ね全然安心できない、1個上新潟京都と湘南差がねないので、まあまだわからないなっていうところですね。次節は、36節、岩田が11月9日ちょっと空きますけども、その前に10月27日日曜日天皇杯ですからね、パナスタで、まあ形式的にはアウェーらしいんですけども、まあ、ホームで戦うことができますので、これ一応 NHK が、まあ、放送ありということですけども、
しっかりと応援していきたいと思います。まあ今日はしっかりとね勝ち切って複数得点してまあ3点も取ってねしっかり勝ち点3積むことができたので、まあ、非常に満足かなと思います。こんな感じで適当なことを言ってますけどもし何かありましたらコメント残してもらえたらなと思います。一緒にガンバ大阪応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。